はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。夏休み特別企画、オリジナルベイを作ろうのその2ですね。前回ですね、このお湯丸を使ってですね、ロストロンギヌスのクリアバージョンを作りましたね。うん。で、その次の日にね、ライブ配信でこのロック部分を作りました。なんだけど、このロック部分がね、全然できなかった。そうだね。うん、それと、致命的だったのが穴が開いてないので、うん、ベイとして機能しない、ディスクがはめらんないなどの問題がありましたね。うん、本当はね、これこうくっつけてやろうと思ったんだけどうまくくっつかない。あ、なのでその2はですね、このシリコンを使いたいなと思いますね。はい、いやこれシリコン使ったらさすがにいいもんできんじゃないかな。うん、ああでもね、オリジナルベイを作るまでには至らないかもしれない今回そうだね、あのね、複製するだけにとどまると思いますけれども、とりあえずやってみましょうか。うん、じゃあどうする、今回もこのロンギヌス複製で OK？ はい、はい、普通のね、ものを複製するのと違ってこれ薄いからさ、そこだけちょっと気をつけてやっていかないといけないですね。うん、やり方としてはこのミスター型取りブロックってやつね、うん、これでまず囲いを作ります。はい、でその下にこの油粘土を敷きますね。うん、でこのロンギヌスを半分ぐらいぐちゅって埋め込みます。ぐちゅ、でその上にこのシリコンゴム投入しますね。うん、そこから12時間ぐらい待たなきゃいけないので、あ、半日、はい、そう、結構時間がかかりますね。うん、じゃあとりあえずブロックから作っていきましょう。うん、こんな感じでブロック積み上げました。ちょっと中途半端なんだけど、うん、これぐらいにしないとさ、うん、あのシリコンの無駄遣いになっちゃうからさ、うんうん、じゃあここに油粘土を敷いていきましょう。うん、はい、そんなわけで粘土入れてみました。うん、じゃあここにロンギヌスを突っ込もう。はい、突っ込むときはこっちからかな。うん、どうぞパパやっていい？うん、分かった。だってそれ硬いもん。じゃあこれは慎重にゆっくり押し込んでいく感じね。うん、半分ぐらいまで。そんなわけでロンギヌス埋め込みました。うん、じゃあこれにもうちょっとブロック重ねて、でここの上にシリコン流していくって感じだね。うん、はい、じゃあ続いていよいよお待ちかね、このウェーブシリコン入れていきましょう。とりあえずね、これは 100g に対して硬化剤 1g の割合で、うん、で20分すると硬化が始まっていくんだって。うん、だからタイムリミット20分しかないから、その間にこうくるっと混ぜて、うん、この中流し込むね。これは40滴で 1g に相当するんだって。えということはこれ40滴ポト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 その間に効果始まっちゃったりして。でも 100g って結構だからね。うん、いただけるよ。うん、よいしょ。お、あ、はい。とりあえずじゃあ50ぐらい取ってみるか。うん、ちょっとね。50g ね。うわわわ、結構すごいすごい。よいしょ。やっぱりちょっと足んねえな。これ100g ぐらい入れなきゃいけないかな。じゃあ100で大丈夫？これ、うん。これぐらいでいいのかな。少なくね。じゃあ200にするか。うん、あ、200オーバー。200だね。201だね。うん、じゃあ入れていこうか。うん、これすごく危険みたいなんで、慎重に入れましょうね。じゃあパパ入れちゃっていいですか。ふざけちゃダメだね。はい、80、はい、80滴入れました。うわー、長かった。そしたらね、これね、時間がない。はい、ちょっと赤いのが入ってるんだけど、はい、20分、はい、20分のうちに硬化が始まるみたいなんで、これを混ぜます。うん、混ぜ終わったらもう早速ここにドワーね。そうだね、はい、あー、色がヨーグルトみたいそうだね、食べちゃいけないけど、ヨーグルトの中にブルーベリージャム入れてるみたい食べ物みたいだけど絶対食べちゃダメですよ。そうだね、じゃあいきますよ。いただきます。どぼり、おお、おお、わー、面白い。はい、そんなわけで見えるね、うん、こんな感じで入れ終わりました。なのでここから12時間待ちますよはい、おはようございます。おはようございます。12時間経ちましたので、うん、こんな感じ。おー、どう、固まってるよね。固まってる、固い。じゃあまずこのブロックを外していきましょう。はい、じゃあこれ取り出すよ。よいしょ。はい、こちらがシリコンで、こちらが粘土ですね。うん、なのでこれから粘土を剥がします。でこの時にベイがそのまま埋まってることが大切です。うん、じゃあ取りを丁寧に剥がしていこうね。あ、徐々に剥がしていきましょう。多分ベイがくっついて、あ、取れた。あ、ちゃんとくっついてるこんな感じ。うん、
わ、すごい。ちゃんとくっついてんね。いい感じに。いい感じで、穴もほら埋まってるね。うん。またここにこうやって埋めます。うん。で、同じの 200g のシリコンを上からかぶせる感じね。うん、はい、ということでまた 200g のシリコン剤とあと硬化剤混ぜましたので、うん、ここに投入していくよ。レッツ投入。じゃあそろそろじゃないかな。もう終わりだ。はい、こんな感じで見えると思いますけども、シリコン投入できたので、うん、次は12時間後夜だね。うん、乾くまで待ちましょう。はい、はい、こんばんは。こんばんは。ということで12時間経ちましたので、うん、夜になりましたね。はい、はい、しっかり固まりました。はい、大丈夫ね。完全に固まってます。おー、なので取り出しましょう。またね。おー、すごいすごい。はい、取れました。うん、はい、ということでこんな感じにできましたね。うん、で、この真ん中のところ、うん、これどこだろう。どこかちょっとねわからないんだけど、これを剥がしていく必要がありますね。うん、それで、あれ剥がれる、これもしかしてあれかな、ここにリガタ剤っていうのを入れなきゃいけなかったのかな。これか、これ入れなきゃいけなかったのかな。え、ちょっと待って、でもこの中にロンギヌス入ってるからさ、うん、なんとか取り出さないといけないね。ベイを1個無駄にしてしまうよ。そうそうそう。あ、来た来た来た。あ、ダメだ。ん、失敗これ。え、あー、ダメ、ほら、こんな感じになっちゃいました。あー、いい感じに取れてるよ。うわ、すごいよ、見てこれ。これちょっと思った以上に難しいね。うん、ちょっと失敗だったんで、うん、これは破棄しましょう。うん、ちょっともったいないけどね。まあ、ただこういう失敗をしたといい教訓になりました。うん、一回シリコンが固まった時点でこれ、あ、これだ。このリガタ剤っていうのを塗るようにしました。そうだね。うん、次がラストチャンスだと思って、うん、頑張りましょう。はい、はい、ということで24時間また経ちました。うん、表のシリコンと裏のシリコン固まった状態ですね。うん、さあ、昨日よりも量を減らしました、シリコンのね。うん、崩れた。それでこのリガタ剤をね、塗りました。はい、ベイにも塗ったし、粘土を一回取ってシリコンが出来上がった片面にもリガタ剤塗りました。うん、多分これで するとはいかないけど取れるはず。うん、いけるいける。あ、すごい、いけるいける。やっぱりリガタ剤あると違う、全然違う。ほら、粘土が多分平らじゃなかったんで、うん、こう波打ってます。あ取れた取れた。あ、こんな感じ。あ、よく。でもね、問題はこっちだ。こっちが問題。あ、本当だ。埋まっちゃってか。やばい、これどうしよう。これね、取れるかな、うまいこと。この中のこの部分、うん、このシリコンを生かしたまま取らないといけない。あ、いった。大丈夫かな。いけてる。いった。やった。こんな感じで型取れました。やったー。ところどころ黄色くなってるのはなんてかっていうと、僕これね、絵の具の筆でね、リガタ剤塗っちゃったの。ああ、だから。そう、だから色ついちゃった。うん、別にサビとかではないです。うん、はい。やったね。とりあえずじゃあこれでいいのかな。うん、今回ねちょっとパパミスっちゃったのが、穴ぼこ開けるの忘れちゃったのよ。ああ。まあ、でもわかるよねこれ。うん、ピッタリいけそうだね。この中にレジン入れていくんだけど、うん、入れるための穴、あ、ちょっと乾燥させるための穴、2つ開ける必要がありますので、ちょっと開けようか。うん、はい、こんな感じで穴開けてみましたね。うん、ここがレジンを流すための穴ね。うん、でこっちが空気穴になります。ちょっと空気穴は狭いかもしれないですね。で今回はこの A 液と B 液を混ぜて固まるダイヤモンドレジンっていうものを使いたいなと思います。うん、これすごいねクリアなんだって。お、透明感がすごいらしいんだけど、うん、ただ硬化時間が結構かかる。24時間ぐらいかかるかな。うわ、1日。そうなので、今から入れていきたいなと思います。はい、でこのねダイヤモンドレジンは、主剤っていう A 液が10、うん、で硬化剤の B 液が4、うん、10対4の割合で混ぜなきゃいけないって。なるほど。うん、少ない気がする。一応40、50作っとこう。うん、そして硬化剤を、20かな。うん、もこのぐらいかな。だから70になるようにするんだね。70で終わりました。はい、
そしたらこれをかき混ぜます。かき混ぜる。はい。おー、とろとろしてる。見せて。わあ、本当にクリア。はい、こんな感じで型をしっかりね固定しました、うん、ここから入れていく感じでね、うん、はい、じゃあ流し込んでいきますね、うん、さあ、いや、ちょっと緊張の瞬間なんだけど、こういう感じで、うわー、刺した。こうね、うん、これ漏れちゃうんじゃないかな、うん、こうか。漏れてるけど、でも入ってるね。もうちょっとギュッて入れてみたら入っていかないね。え、もういっぱい、もういっぱい臭いね。え、結構余っちゃったんで、じゃあこれはこのまま置いとくよ。うん、はい、おはようございます。おはようございます。ということで、また12時間ぐらい経ちました、うん、本当はね、24時間ぐらい待とうかなと思ったんだけど、うん、こちらのコップに入れてた余り、うん、固まったんですね、うん、はい、こんな感じ、もう完全に固まってます、うん、で、中もう液体じゃないっぽい。まあ、とりあえずこれ剥いでみていい？うん。お、お、あ、すごい綺麗なのが一つの塊になっちゃった。できたね、余りが。どうだろう、中は固まってるかちょっとわかんないんだけど、うん、まあ見た感じは固まってるよね。そうだね。じゃあ取っていくよ、うん、どうなることやらね。どうなるかね。どんどん剥がしていきます。お願いだから成功しててくれ、うん、うまく剥がれてくれってことだけどね、うん、あ、とりあえずこの部分は剥がれるよ。固まってる、固まってる、固まってはいる。ほらほら、うわ、すごいよ、すごいすごい。ああ、取れた。お、はい、こんな感じ、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、こんな感じで一応型しっかりできてる、うん、よかった。で、あのね、柔らかいんだね、まだね、うん、だから固めなきゃね。そうだね、ちょっとこの状態で放置しましょうか、じゃあ、うん、一応ね、一応このロックの部分確認できるね、うん、ちょっと割れてるところあるけど、このギザギザさえあれば問題なさそう。そしてこのディスクをはめ込むところ、うん、穴がしっかり開いているのでディスクセットできそう。おお、あとはじゃあしっかり乾かすだけだ、うん、はい、ということでまた12時間経ちましたね、うん、カチカチにはなってる、うんうん、でも柔らかいあなって感じしますね。えでは、ひっぺがし作業、うん、やっていきましょう。頑張って。ここをしくると全てが無駄になる、うん、怖い。取れそうな雰囲気はある。あ、いける、いけそう。あ、取れた取れた。お、はい、取り出せました。イエーイ。なんだけど、この羽の部分が1個足んない、うん、そしてなんかビュッと出てる。うん、そうだね、ちょっと、うん、あ、ここはね、あれ空気穴のところ、あ、これもともと取るんだけど、うん、ここがレジンを流すところね。あー、足りなかったんだ。足りなかったの。あの、入れた時はね満杯だったんだけど、多分下に流れていくのに結構時間がかかって、で足りなかったんだろうね、結局ね。あー、最後までちゃんと見ておくべきだった、うん、ただすごい再現力。おお、はい、こちら型取ったブラディロンギネスだけど、うん、ほぼほぼオッケー。同じ。おお、いいね、うん、で、ここにね、ちょっとバリがあるんで、ただ薄いんで、これはカッターで取っちゃいましょう、うん、はい、ということでバリ取ってみました、うん、いい感じだね。おお、そしてちゃんとね、レベルチップ用の穴も開いてますんで、うん、まずそれをセットしてみようか。はい、じゃあこれね、うん、セットできるかな。あ、入った。カチとはいかないけど、入った、うん、カチとはならないな、うん、わあ、面白い。じゃあディスクをここに装着できそう。あ、できた。できる、うん、肝心のロック、うん、できるかな。やってみてくれる。あ、できた。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 やったー。やったー。できたー。すごい。できました。すごい、ロックは柔らかかったけど。あ、だよね、うん、そりゃそうだ。で、何回かやるとへたるかもしれない、このロック。でもできた。しかもシースルーで下のディスクがさ、透けててかっこいい。おお、かっこいい、すごい。いいじゃん。はい、ということでシュートしてみましょうか。うん、なんて名前にしましょうか。うん、レジンロンギネス。レジンロンギネスにする。うん、じゃあそれで打ってみましょう。はい、おっしゃ。ダメ。はい、じゃあパパがシュートしてみますよ。いきます、うん、こう。あー、ダメだね。そうだね。
じゃあゆっくりめにやります。ゴーシュッと。あ、できたできたできた。あ、こんな感じだね。すごい。なるほど。ということで一応複製、まあ、完璧ではないにしても複製を作ることはできましたね。うん、夏休み特別企画でオリジナルベイを作るっていう目的だったんだけど、うん、ここ今ちょうど欠けてんじゃん。うん、ここにさカブトムシの角をさレジンで作ってくっつけるのはどうでしょうか。いいじゃん。いいよね。ちょうどここのね一個ないところ、うん、ここにカブトムシの、うん、まあ、ヘラクレスオオカブトでもいいよ。うん、でもブチッと。そうそうそう。それで完璧かな。うん。うん、ただこれが夏休みに間に合うかっていうとちょっと間に合わないかな。うん、こっちの強度に比べたらはるかに弱いので、うん、ゆるゆるだからね。こっちは硬いのにこっちはブニョブニョだから。そうなんだね。なのでちょっとその辺を改良していく必要あるかもしれないですね。うん、あの夏休み終わってもこれやるかもしれないもんね。そうだね。うん、とりあえず今回はこれで終わりにしたいと思います。一応成功かな。そうだね。やったー。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。